これもう早くして。今日私、まあ、26歳女子高生なんですけれども、はい、前回さ、やっぴこちゃんにピアスをあげていただいたじゃない、まあ、やっぴさんに。そうですね、はい。その時にめちゃめちゃ叩かれたわ私は。なんで？あ、そうだ、開けてもらってんのに、そのタイプピー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 騒ぐなるさいと、ほんまにやめてやめてやめてって言ったから。結構さ、結構な量でしたよね。そうですよ、うん、結構な量でしたよ。なのでちょっと怒られたのもあるんですけれども、はい、これでね本来愛したらよかったんですけれども、結局その後閉じちゃってん。え、もうないねん。ほら、あの一応言ってきますけど、一、うん、回開けた穴に、うん、もう一回行くとちょっと痛さが増す？増します。マジ？そうです。でももうな、ほんまに何もないで。でもしこりあるやろ、しこり。あ、若干ある。そう、この上に開けることになるから、うん、痛いんや。ちょっと痛いんですよ。ちょっと。あー、いやー。なんかその、回復しようとしてる細胞に、もう、ぐっていくわけやから、うん。あ、殺しに行ってんのか。で、傷に傷を重ねるみたいな。あ、そういうこと？そう。え、やだ、怖いんだけど、やだ。完全に、その、治ってないからさ。そういうこと？痛いんや。まあでも大丈夫、俺は耐えてきた。今まで数々ね。で、今回は絶対に騒がない。ノーリアクションピアス。おー、いいですね。それ本当に嬉しい。やろ、これ開けるかも嬉しいやろ。じゃあ逆にさ、あ、気持ちいい、超気持ちいいって言ってよ。もうだから、もうほんまにプラスのことしか言ったらあかんみたいな。そうやな、マイナスの言葉は禁止にしようって思って買ってまいりました。こちらのピアスさ、はい、ドンキ&フォーテさんで買ってまいりましたね。そうですね、まあ、じゃあ女子高生本当開けちゃいけない。うん、うちの学校高速ゆりから行けるの。あ、そうなんだ。そうそうそう、あんた高速全然守んないよね。私黒髪ずっと頑張ってんのに。高速に縛られる人生の何が楽しいわけ？私にはその魅力が全くわからない。だって先生怒っちゃうよ、そんなの。先生が怒るからやめる。個性を貫けない、そんな悲しいことはないわ。先生に怒られたって、私は私、個性を貫く、それがお祭りだから。はい、わかりました、やりましょう。はい、行きましょう。怖い。あ、言った、あかんで、もうこっからダメよ。もうここの段階で言ってるから、そこになんか拍車がかかって、最後やばいことになるね。あんたさっきキレてたよな、リュウジンに。私、うん、俺にキレられたもん。お前めっちゃキレてたよな。でも俺も言って言ってってちゃんと言ってよって。でも俺も俺で、ね、悲しんだらあかんから笑ってみたいな。なんか変なメイクした覚えがありますね。ちょっと待って、最後に言わせて、泣き言、うん、もうこれで終わるから、うん、ラストの泣き言タイム用意した、うんうん、ほんまに怖い、嫌 やねん、痛いのも嫌 やほんまに嫌 やねん。でも開けたい。なんでピアスを開けるのに痛みがつきものなのか分からへん。そろそろ開発してよ、痛くないピアスの開け方みたいなやつ。なんでこんなにさ、時代は進化してるのにさ、まだこんな古典的な痛さに耐えなあかんの、おかしいやろ。早く頑張れ、ピアスサー会社。なんかほんまにつけてほしい、痛くないやつ。ほんまにやばい、怖い。私さ、脱毛とかでもバレるさいもん。怖いなぁ。いや、言わへん言わへん。じゃ、これをもう結構破ってるけど大丈夫？逆にさ、怖いって言ったらさ、じゃあ俺さ、エミリーにさ、うん、この寒い中さ、うん、顔面に水かけていい？なんでやねん。で、そういう約束立てとかないと言うやん。これまた言われんで、エミリーチャンネルの視聴者様に。視聴者様に。せやな、意味ないもんな、うん、じゃあ決めよう、約束しよう。俺もこのことしたくないけど、もしエミリーが怖いって怖いって言われただけでいいよ。じゃあ痛い怖い、痛いと怖い NG を言っちゃったら、水用意してきて顔面、あ、じゃあ水用意しとこう。もう、え、ほんまに言ってる？待って待って、もういいって。そう、いやおい、やめてよ。うん、やばない。まあでも、まあいいよ、逆にそれ絶対言わへんもん。え、痛いと怖いだけやろ、他のネガティブ要素で許して。もう無理やわ、痛いと怖いは言わへん。すごいとか言うね、やばいとか言ってもね。すごいやばい、もう言わんてで言っちゃってもまだ、うん、まあギリセーフにしてあげるけど、怖い痛いだけはもう本当に本当に、それ言った瞬間水柱、水をかけます。ありがとうございます。はい、ちょっとお水を用意したので、それはもういつでもこう彼女にかけれるように。え、無理なんだけど。はい、ありがとうございます。でも絶対言わへんから、マジ言わへんから。言わんでよ、ほんまに。これ受け狙いとかいらんから。確かに確かに。はい、じゃあ行きまーす。はい、え、これ開ける側が不安な感じはやめてほしい、できれば。何これとか、それこそ思ってもやんとってほしい。じゃあ行きまーす。ちょっと待って、待ってください。待って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 はいいやんで、はい、真ん中見てください。待ってください。真ん中へどうぞ。心の準備をさせてください。え、はい、ちょ待って、ちょ待って、心の準備。うるさいな、うるさいな、ごめんなさい。必要にビビらさないでほしい。あと、そのなんか陽気な感じもやめてほしい、できれば。すごいし、そのなんかエロいし、そんなそのなんか、あの気が散っちゃうから、やめて、集中してほしい。え、すごい、ほんまにやめて。いきます。はい、もうこんなさっていっちゃっていいの？うん、いいよいいよいいよ、いくで。うん、いいの？待って、それが怖い。待って、ちゃんと言ってよ。いきます。はいはい、チーズ。今のはおかしい。だってあんたミスってるもん、絶対。痛い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 
りたい。取れる。助けてよ。タキ。タピー。タキ。タピー。タキ。ああやだ。助けて。取れる。助けてよ。貫通してないよこれ。痛い。貫通してない。あごめん。最低。もう一回抜こうか。で今のはイタゾン？イタゾン。ま、あのやってもらってるっていうのは全然わかるんですけども。ちいちいちい。わかんない。殺したか殺したか。ティッシュ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 。そんな出てる？うん。やばいこれ衣装さ血つけるのはやばい。それはやばい。それは買い取り。え、すいません。ちょっと不服なことがあります。ラップ先生、不服なことがあります。あのあなたのミスにより。いや違う。ほんまにコロッケやってたんですよ。ほんまに？だって俺ちゃんとやったもん。マジで。もそれで水かけられたのはちょっと不本意、だってルールに乗っ取らないとと思って。ありがとう、ね、え痛かったな。これは痛いよ。てかこれさ合ってる？え何合ってるって何？長くなんかすっごい短かったんやけど針。でも書いたね、日本人の耳は多分にあったあれをみたいな。これほんまに痛ゾンやな。これ痛ゾンやで。痛ゾンって一番嫌やな。めっちゃ嫌や。マジ痛ゾン。これじゃあもうやめようか。何が？だってこっちの耳今日無理やで。片耳だけ開ければ濡れゾンやで。片耳だけでもとりあえず開けといたらいいや。濡れゾンも痛ゾン。片耳だけでも開けとこじゃん。片耳だけでも開けとくべき。うん、しんどいの二分割やから。そっか、うん、まじびっくりした。チーかと思った。ラチーやで。ちょあリップか。もうやめて。リカフロッシュ。リカフロッシュ。リカフロッシュ。ややこしい。やめてもリカフロッシュやった。口から出ると思ってびっくりしたらこれリカフロッシュ。リカフロッシュやめて本当に。ゆかちゃんやめてよ紛らわしいの。あでも色はちゃんと残ってる。色めっちゃ残ってんねリコリカフロッシュ。リカフロッシュの宣伝置いといて。置いといて。なんかやんねんなうちらこのくだり。やるこれ。待ってこれほんまに合ってる？合ってるよな。もうさすがに申し訳ない。確かにな。ちゃんと開けるだから。怖いね。こっち痛くないの？そんなに刺さってなかった。ほんま？うん。あだから今はもう痛くないで。やろ？その時が痛かった。その動かされてたから。じゃあ口言うなよ。ごめんなさいすいませんでした。だから今はもう言ってないよ。今はだからありがとう。私の耳開けようとしてくれてありがとうって気持ちしかない。だからこういうのってトラマやからな。もう怖いねんな今。もう人もいいって人もいいって。でもな針も細いしすごいいい感じやねんけどな。うん、行くで。え、ちゃんと言ってな、うん、はい、お願いします。せーの。ああもう絶対これで無理やったら おかしい。これがよかった、うん、右耳だけか、うん、でもついてるもんな。こっちにも一応こういうおしゃれなやつちょっとおしゃれなねつけといたんで。よかった成功です。そう初めてのピアス成功。やったから初めてじゃないけどな。でも女子高生は初めてやから。のちょっと設定ちゃんとしないといて。今から設定したんとするのは違うわ。すいませんでした、はい、2度目ですね。2度目のピアス終わりました。ちょっとなんかこれも寒いねんけど、うん、めちゃくちゃ。でももう乾いた。すごい、ね、乾いてないねん。意外といけんな、うん、でもちょっとかけてもいい？なんで？全然わからない。全然わからない。なんかこの痛みをやっぱりジャン負けにしよう。いつもの酒狂いじゃあジャン負けで負けた方が愚痴をどんな愚痴言ってもいい。ブシャーってかけるそのまま。オッケーオッケー。やばい。でもこれ結構プライベートやもんな。完全プライベートやな。そんなんやるよな。いきましょう。最初はグー。負けた方な。で勝った方がかけれるの。オッケーオッケー。最初はグーじゃんけんほい。はい。いきます、せーの。あいこでしょ、あいこでしょ。あもうこんなんばっかやん。前のかけぐるでもこんなんやったよな、うん、いきます、せーの。前のかけぐるの時に言ったら俺が勝つで。これいやいや違う、だからこの感じじゃないよ。もう絶対私いくもん。これ最初はグーじゃんけんほい。うわっ勝った。ほらいつもそうなんだよ。はよして。ちょっとつべこべ言ってんじゃないよ。ムテムテな。ポン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 。めっちゃかけるん下手くそー。水増しだったらいい女。バイバイ、バイバイ、ポポー。チャンネル登録よろしくね。はい、というわけでピアス2度目で開けたんですけれども、とりあえず皆さんに私は報告しなくちゃいけないことがあって、これびっくりすると思うんだけど、まだ閉じた。まさかのまだ閉じました。私向いてないのかな本当にね。全然ちゃんと管理もしてるんだけど、プチってなんか取れちゃって、あやばいと思って付け直さなきゃと思って付け直そうと思った瞬間にもう穴がそこになかったの。これ普通？これ分かんないから教えてほしい。てかもう次からもうちょっともう本当にやっぱ先生にお世話になったので病院で耳たぶ開けたいと思います。
最初からそうしろよ問題。バイバイ。